最初のパネルであるパネル1、現状と課題を開始させていただきます。登壇者は株式会社経営競争基盤 IGPI 代表取締役 CEO、富山和彦様、パナソニック株式会社ビジネスイノベーション本部副本部長兼 パナソニックノースアメリカ株式会社副社長馬場渡る様ですパネルの進行は経済産業省製造産業局デジタル担当参事官の徳増慎二が務めますそれでは徳増参事官よろしくお願い致します はい、経済産業省製造産業局でデジタル化担当をしてますの3時間をしております、徳ですこの最初のパネル1では、ですね株式会社経営競争基盤 CEO の富山様、さらにはパナソニックでコーポレートイノベーションの担当の副本部長であり、パナソニックノースアメリカあのバイスプレゼントであります馬場様にですねご登壇いただきまして、ただいまの,の世耕大臣からもお話のありました さまざまなつながりにより付加価値の創造創出を目指す産業の姿であるコネクティッドインダストリーズについてですね我が国の現状及び課題について対談をいただければと存じます最初にですね唇を切るべき私の方からいくつかご質問をさせていただければと存じますのでまずお二方とも国内外の企業や産業の動きに大変お詳しいと存じます そうした中まず、さまざまなもの、人、技術、組織さらには産業等がつながることによって付加価値が創出される産業の在り方を目指すコネクティッドインダストリーズに関連した取り組みについてです、ね、我が国の,企業,の企業や産業の現状をです、ね、海外との比較等も含めてどう考えるかなどについて若干、お時間を使ってです、ね、お話しいただければと存じます。で、え、で、ー、では最初に富山さんの方かからお願いできますでしょうか さんこんこにちは富山ですよろし,くお願いしますえっとあの、まあ、これ言葉コネクテッドインダストリーズってこれ複数形になってまして私ここは結構ミソだと思っててあの要は製造業の中で何かつながるっていう話はまあ一方であるんですね中小企業と大企業がつながっちゃうとかそういう話があるんですけどこれ冷静に考えると例えばあのいトヨタの看板型系列システムって実はトヨタと あの下請けつながってでですすねにだからこれある意味ではあの,あの話インダストリー4.0ってそれをまあドイツでもやるのかいないみたいな話でですね意外としょぼい話だと実は思ってます、ね、そういう意味で言うと。でえっと、そんなことよりも実は 今回今起きていることっていうのをちょっともっと広く捉えるとですね、まあ、さっきあの世耕大臣の方からまあ AI、IoT、データという話がありましたでこれ実はあのバラバラのバズワードではなくて実はすごく相互に関連するバズワードでありまして要は IoT で繋がったからデータ取れるんですね実はででデータを取れるとデータを例えば AI はどんどん食べて賢くなるわけです。 ででこれ AI が進展するとまた IoT 実装されてまたいろんなものがつながっていってこれぐるぐるぐるこうあの回転を始めるわけですでこの回転がまあもともとインターネットの世界でもグーグルとかああいう世界ではすでにまあ起きてたわけですがこれがどうもそのバーチャルの世界を乗り越えてこうリアルな世界でこのぐる,、まあ、ぐるぐる回りが始まろうとしてるわけですで私たちも本業であの例えばリクルートの,あのスタディサプリの会社とか一緒に東大の松尾研とやってたもんですからこ,のこれが回転始めるとどれかすごいことになるか あるかってことは実感として見てきているので、あのもう今はどうですかね。受験生のそれこそ3分の1はあれ、スタディ受験サプリ使ってるんですけど、すごい勢いでまあレベルが上がってっちゃうんですね。AI 自身の。そうするとみんなが使う、そうまたデータが取れるってこういう循環が起きるわけで、でこれも従来の産業の枠を超えてこういうことがまあ起きるわけです。ですからそういったことがあちこちで起きるってうことは言うなればもう80年代のダウンサイジングから始まったいろんな意味のデジタル革命がいよいよこれそのまあコンピューター産業 次はどうですかね多分 B2C 系の,まああのオーディオビジュアルとか通信に来たのが今度いよいよ自動車やら何やらも全部巻き込んでもうあらゆる産業領域にまあこれが波が来るというまあそういうことですですからあのまさにさっきインダストリーじゃなくてインダストリー図なんですね要は従来の産業の枠を超えていろんなものがつながって新しいビジネスモデルやあるいは新しいプロダクトやサービスモデルがまあどんどん出てきちゃうということですでただだこれってある意味では既存のだから イノベーションってことなんですけども既存の企業体にとってはいいこと悪いこと両方もあってですね既存の企業体モデルっていうのは既存の産業構造を前提に出来上がってるので当然こういったイノベーションというのはある種の破壊性を持ってますからそういった従来の会社の単位とか事業の単位っていうのを超えていろんなものを組み替えをしなきゃいけない。 で実は日本の会社あの今回のです、ね、デジタル革命の僕は一種の最終ステージに来てると思ってるんですが起きるのはリアルで結構シリアスな世界ですね自動運転にとっても。でこのリアルでシリアスな領域っていうのは当然ハードの技術も絡んできますし昔の,その IT 産業みたいにまあ結構いい,いい加減な状況で商品出してみてバグ抜きはお客さんにやってもらうってわけにいかないわけですそんな感じで自動運転出したらこれ大事故起きちゃいますからですからもっとシリアスでリアルな領域に来るってことは実は日本の会社が あるいはいろんな意味でのいろんな安全基準をちゃんと丁寧に超えていくっていうそういったノウハウが実はすごくものを言うんですねだからそういう意味ではチャンスが来てるんですがその一方で要はいろんな開かれたもの新しいものをどんどん不連続に取り入れなきゃいけないっていうこういう課題があります。現状残念ながら日日本のの会社ってのは多分世界のまあ日米欧でいうと一番最も閉じた まあ企業モデル組織モデルになっているのでかつ同質的な組織モデルになっています。 ものづくり的な蓄積っていうのは同質性連続性すごく優位に働くんですところがイノベーションの世界っていうのは特に破壊的イノベーションというのは不連続と多様性を取り込むってことになるのでそれも組織の外域に取り込むんじゃなくてですね組織の本当背骨の部分ですねの脳と脊髄がつながってる一番ど真ん中のところにこの多様性や質性あるいは不連続性を取り込まなきゃいけないんで実はこれが実は日本企業の非常に重くて大変な課題です。 だけどこれやってがないと結局そのソフトとハードの世界が今これから交作をしていくわけですそうするとじゃあ例えば日本の自動車メーカーがむしろウーバー的なプレイヤーであるとかあるいは新しいタイプの,そのテスラー的なプレイヤーをむしろ自分の傘下に取り込んで彼らの,、まあ、あの要するに持っている新しいものをまあむしろ支配していくのか利用していく立場になるのか逆に彼らに。 彼らが今度ソフハード的なものを欲しいときに彼らに買収されちゃうのかどっちになるのかってこれこれ今五分五分だと思っていてで要はその買収される立場あるいは利用される立場になりたくないんであれば日本の会社自身が思い切ってこれからそのオープンで開かれていて多様性を本当にまあ外編じゃなくてもう一番こう中枢の部分に取り込めて不連続なものを中枢のところに取り込めるような気ご体えに進化できるかどうか多分今これがまさにシビアに問われているんだろうなと。 先ほどの大臣があった協調領域あるいは非競争領域協調領域も実はこの問題なんですこの問題、すういうふうすごく技術的な表層的な問題じゃなくて会社そのもののあり方が変わっていかないと実は合理的な協調領域の選択なりその協調領域による活動はできないんですだそこは私から見ると最大の課題かなと思っております,以上ですえつ続いて馬場さんお願いいたします えー、ババッと言います。よろしくお願いします。えー、とですね、もろもろ大臣のお話や富山さんのお話を聞いて,てまあいろんなことを思い考えながらいたんですけども、えー、とですね、あのー、まあ私はあの四月三月まで十七年間ドイツの会社あの SAP っていう会社、まあ大臣がサップと言われたあの会社を勤めておりまして、えー、まあそういう意味だと。 まあ、ド,イツドイツ的なあのド,、まあ、ドイツと日本の考え方って非常にまあ似てるとか似てる産業構造もかなり似てる部分は似てると思うんですけども、まあ、その観点でそのずっとおーヨーロッパの企業の視点で、えー、まあ、日本の製造業というような形を見ておりまして。で まあ、あのインダースト4.0が出たのはもう何年も経ちますのであのお,おそらくまずは今コネクテッドインダストリーズというのは、まあ、リードするという感じよりはまずディフェンスというかまずは国としての全体のビジョンなり、えー、個別のいろんな政策を一つの構造の中で集約化させて、まあ、テイクオフしたとこれ非常にいいステップだと思うんですけども、まあ一方で、あのー、ドイツ側も非常にまあ動いて、えー、おりますと。 い例えば2014年のサッカーのワールドカップでドイツ優勝しましたけども、いまだにあのドイツのワールドカップビッグデータ使ってなんかサッカーすごかったらしいよねとあれってどうなってるのっていうの問い合わせをあのいただくんですけども、まあ、もう3年経ってますからあの随分と <laughs> 進化してるんですよね世の中も変わってますし非常にまあ劇的に動いておる環境の中で。あのーまあ まずこのインダストリー4.0あるいはコネクテッドインダストリーズに関してはスタートにはついた同じテーブルには乗っかったけども差は縮まったわけではなく向こうも相対的にはよく走ってますので差は開いているという私たちがインダストリー4.0第4次産業革命を築いた頃と今を比べるとですねあの残念ながら開いているとでその中でまあただスタートを切ったことはいいことですし 向かう先が見えればですね、早いのがおそらくまあ日本人というかですねあの、モノカルチャーのいいところだとは思うんですけどもあのその中で今年の1月ぐらいだったと思うんですけどもあの FT フィナンシャル・タイムズの記事で、えー、ドイツ企業がなぜシリコンバレーで勝てないのかみたいなことがあ書かれた記事があってすごくよく書けててまるまる一面が。あの その記事で、ダイムラーのロゴと、いわゆるベンツのロゴとアップルのロゴでどんどんとあって、ドイツの製造業とあのまああのロボットと車業界っていう書き方でしたけれども、それがなぜこうケチョンケチョンでやられるのかということで書いてあった、あの記事はですねぜひ、日本語訳になってるか分かりませんけれども、検索いただけると、ですねあのすごくいい記事で、あれ、ジャーマニーって書いてあるところ、全部ジャパンって書き換えても、そのまま読めます。本当になんて言うんてううでしょう いやドイツってこうだよなとつまりです、ね、今今今だってまだドイツは勝てるとは思ってなくその宿泊して「シングスはあるけど、えー、インターネットがないとでそ,のそれはもう技術の話じゃなくて思考回路の話だとかいろんなさっきのいろんなドイツの今ここまで数年インダストリー4.0をリードしてきたけどもまだまだ。 ドイツの製造業、ものづくりというのはこういう文化であって社会環境もこういう環境であってその中でシリコンバレー企業というのはこう、まあ、動いている中である種、まあ、ドイツにおける産業政策であったインダストリー4.0も、まあ、シリコンバレー企業に対する、まあ、ある種の対抗策的に生まれたところがありましたけども、ドイツもドイツでまた離されているという状況なんだと思うんですよね。これはは、おそらくその現状認識としては 縮まったとというよりは話されているとでこれあの私、今その住まいあの前職の SAP の時きからですねあの今、パナソニックで勤めておりますがその住まいはシリコンバレーにあの住居を構えておりますで、まあ、非常に痛感するのがあのシリコンバレーっいうのはアメリカだと思うからややこしいんだと思うんですよね別の国ですよね、あれは。本当にその 全くアメリカではない別の国だと思ったらいろんなことがつづつまがうというか逆に言うとですねアメリカがこういう政策を打ち出したでドイツはこうだ中国はこう来たインドはこう来たさあ日本はどうするアジアはどうするってこういう文脈でいくとやっぱりシリコンバレーを,をこの間違ってしまうとあれはもう無国籍なあのなんて言うんてううでしょうまあそういうところと。 その例えばものづくりに関しても非常に、まあ、怖いというか不思議なのが、まあ、私もまあずっと日本人です。妻も家族も日本人ですけどもテスラ向こうで乗っているとで同じテスラでも向こうはレギュレーションが非常に緩いというか寛容なので、あのー、日本のテスラよりさらにこう本当にいわゆるニュースで見るお自動運転バリバリの。 私はパナソニックがクパチーノってアップルの新本社の前にあるオフィスと私が住んでいるパラワルド、まあ、テスラの本社がある場所ですけども大体20分走りますが大体ですね90時間距離でいうと90%から95%は今完全自動で走ってますあの多分ここにいらっしゃる自動車業界の方からさ言わせるとあんなもんはばあさんと自動完全自動じゃないよと言われると思いますけどもあの乗ってる私からするともうあの残りの5%は自分で運転しますけどあとは全部連れてってくれるので非常に あの心地いい車とただし初めて乗った時はあの今ハードウェア2.0って新しくこう事故を起こしてから全部作り変えましたけれどもあれが11月に新しい今のモデルが出て、えー、3月に、えー、自動運転ソフトがダウンロード可能になってで当てたバージョンが今その時の8.0か7.9かな初めてその自動操縦に乗った時はものすごい怖かったんです。 絶対日本だと出せないしおそらくトヨタさんですとかホンダさん、日産さんは米国内でレギュレーションが彼に許してもあんな品質のものは出せないでも、何て言うんでしょうね、まあ、だから 5, 倍5倍や10倍疲れるんですよね普通の運転よりもでしかも怖いでも不思議と、まあ、シリコンバレーだからっていうのもあってこうあのイーロン・マスクがこう先導する、まあ、より良い社会というか彼の描くこう 宗教のようなですねこういう社会を実現するのであるという宗教家が、えー、テスラの,その多少のとか多少でもないんですけど本当に人命に関わるまさにシリアスの場所なので非常に危険な場所なんですけれどもそれを一緒に乗り越えていこうという不思議なユーザーコミュニティがが何かこう蔓延してる感じがするんですよね。で実際まあそれによってさ社会がが寛容度が高く で応援をし、誰も足を引っ張らずよりいい社会はこっちだっていうふうな、まあ、ある種の世論形成もありで毎月毎月ソフトウェアがアップデートされえ今週もイーロン・マスクいわくシルクのように滑らかなソフトになるっていうふうにバージョン8.2では言ってますけども、まあ、随分と良くなっている、毎月のサイクルですで。彼は今のところまだ年内 あと6ヶ月7ヶヶ月月ぐらいですよねあと6ヶ月しかない中で年内にはドアトゥードアの完全自動を実現するって今のところまだその計画は修正してない状態ですけどこのものづくりのクオリティの高め方というかですねあ,のある種、富山さんの言葉借りるとシリアスは絶対日本の方が差別化ができハードウェアのほんのコンマどころかものすごい微細なあの精細な部分の制御っていうのは日本がまだ得意なはずですけども。 それが突然粗悪品のおもちゃみたいなのが出てきてバカにされるんだけどもいつの間にかそうやってユーザーテストで実データで実利用環境でデータが集まったところが AI で分回して凌駕すると品質においても凌駕するというようなやられ方っていうのは過去おそらくしてると思うんですけどシリアスな状況でさえもああいう投入の仕方ができる会社できる起業家がいてそれを応援するユーザーがいて。 それを許す政府がいて、それを支えていこうという産業エコシステムがあるというこう不思議な国、アメリカ全部がそうなわけじゃなくて、G.M. やフォードもあのそこにはそこそこ会議的だったりする中で、あのまたは D.O.T. ってあのいわゆる国交省のアメリカ版のお政府連邦政府もですね、そんな簡単に自動掃除は来ませんよと言ってる中でですね、やっぱりシリコンバレーっていうのはどこの国にも所属しないあの不思議なアイデンティティを持ったあの別物のの企業というのはそういうやり方をしているので。 アメリカの動向とは別でですね、やはりものづくりの手法マインドセットとして気にしなきゃならない不思議な企業エリアだなというふうに日々感じているところです。 ただいまの話を伺ってましたあの富山さんからは、言ってみるとリアルでシリアスな部分で、今後、重要性が高まる中で、一つ大きなチャンスはありえるだろうし、他方でオープンであるとか、ディスラプティブなイノベーションという意味では、いろいろ課題もありと、でまたあの、馬場さんからはです、ね、ドイツ、さらにはシリコンバレーと比較しながらです、ね、まあ、シリコンバレーの特殊性であり、 あの同じくものづくりの日本のおける強みがシリコンまでどうある意味では考えうるのかっていう話があったというふうに思いますけれどもそうした中でまさにこのコネクティットインダストリーズさらには第4次産業革命という中でどうやって我が国はこの勝ち筋というかですねどういった方向を目指していくあたりが重要になるのか。 っていうことについて若干コメントをいただければと思います。またそれに向かってどういったあたりが最も大きなあの克服しなきゃいけない課題になっていくのかというあたりを、えー、意見いただければと存じます、はい。よろしいですか。えっとね、今の話結構視察的で、あの例えばソフトウェアの技術ありますよね。で、ソフトウェアの技術って本質的にはオープン型なんですよ。本質的には。だから例えばもし例えば今後ね。 あのテスラがめちゃめちゃそのレベルを上げちゃったとするでしょうで多分みんなで使えばいいんですこれ実はでここで日本の会社が失敗するのは対抗しようとするんですよでこれが多分今までので携帯電話とかでやられてきたパターンで乗っかっちゃえば要するにまさにこれが協調領域非要するに競争領域協調領域っていうのは単にあの要は公共財的な意味でプラットフォームを共有するっていう部分もあるんですけど例えば CPU なんか今ほとんどインテル製でしょ と裏返してていっっちゃゃううととも CPU は競争領域じゃないってことなこんですでも結構ね日本のメーカーは割とねあの頃一生懸命対抗しようとしたんですよでそういうパターンがすごく多くてというか裏返していっちゃうとこういった時代っていうのは常に競争用因が変わってきますあるいはあの優位性を決める、まあ、ものも変わってきますそうすると例えば今馬場さんが言われた領域で今後本当にテスラがダントツで抜けちゃうんだとすればそこで対抗する必要ないんですよパクっちゃえばいいんです使っちゃえばいいんです 例えばもうクラウドなんてまさにその典型でじゃあ例えばその中で本当に例えば日本の自動車メーカーがコアコンピュータンスをできるものはどうなんですかってことになっていくし。 まあパナー今電池供給してますねで電池っていうのは実はかなりアナログなんですよね技術的な特に製造,製造の段階でものすごくアナログなノウハウが必要になるわけで,でそこでやっぱり勝負ができると思って頑張ってるわけですですから実はここ,こ,ここで死に問われるのは非常にダイナミックにいろんな環境が変化していく中でその極めてダイナミックに本当の顔コンピュータンスに 日本企業それぞれぞが集中できるかという問題で,でそうすると結局のところまた同じ問題なんだけどもう日々要するにも競争領域にならない頑張ったって話にならないものが出てくるわけだからそれはかなりスピーディーに捨てていかないと逆に言うと戦えるところに思いっきり資源集中をするってことが日々これはダイナミックにやり続けられないと戦えなくなるってことになるのでまた戻っちゃいますけど同一性と連続性を胸にする組織運営とか組織のやり方は絶対不利に作用するんです。 でここが実は本当の課題で、まあ、そういう意味ではちょっとこれ余計な脱線しちゃうと私もパナソニックの社会取締役をやってるもんですから馬場、えっと、さんを監督する立場になるんですけどあの要は馬場さんみたいな人がなぜパナに まあ、省エネされるかあったらおそらくそれは今のパナの経営陣、まあ、取締役会もそうですけどそういったことをすごく強く感じているのであの伝統的にはこういう人が中にいることはありえないのであ,のありえないんですけどまあそういうことをやっぱりみんな本当に真剣に努力しなきゃいけないということなんだろうなと改めて思った次第で戸田さん、いかがですか今のコメントも含めて。<laughs> いやもう本当にその その通りりというかその前半その通りだと思うんですけどあのちょうどまあ今パナのお話が出たんで、あのー、ついこの間先,先々週ですかねその、まあ、津今津賀社長含め、あのー、刑事の何名か、えー、し別にいいんですよねシリコンバレー行、まあ、っていくつかの、まあ、今の最先端のですねあのうねりっていうのを感じてもらったりしたんですけどもそこで津賀さんの パナソニックがいろんな製品を作っているから自分も含め社員は顧客接点がある顧客に寄り添っているというふうに思い込んでいたけども実はそれは間違いで顧客に最も寄り添い顧客の近くにいるのはソフトウェアであると。ソフトウェアが体験を作りハードウェアはその裏にあると。 これあのちょうどさっき紹介した FT も全く同じこと書いてあるんですけどもドイツ企業からしたもののハードウェアのシングスの良さはあるんだけども顧客とそのハードウェアの間にはソフトウェアが全体のそのハードウェアの価値を決めて、まあ、ずっと言われてることですけども、まあ、それを水道にまあ痛感したとで顧客を知りでその知った状況に対していいものを作り届けでまたさらにフィードバックをもらいまたまあ価値を提供しというこのある種のソフトウェア的な 価値のの提供のサイクルがあったときにあのハードウェアはそこまでのサイクルで進化しないからやはりそのソフトウェアその顧客に価値を届けるのはやはりソフトウェアなんだとただしまあとはいえハードウェアがなか,ったあのなかったら価値が伝わらないっていうのはこれからの第4次産業革命っていうのはいわゆるネットサービスものの関係ないサービスではなくってまさにリアルソフトで書き換えられた リアル社会なんで、ハードウェアが決定的に重要なのは間違いないものの、まあそのまあ、ソフトが先にあると。でサイクルがまあ非常に早いから、ハードウェアのサイクルよりもアジャイルに価値提供できるということを、まあ、あの話してましたけど、まあ、まさにその通りなんですけど、一方で、私もずっとソフトウェア業界にいましたので、あの実はその イノベーションのサイクルが早いっていうのは事実そうなんですよね。本当にいろんな数字を取るといくらでもいろんな証明ができるぐらいソフトウェアのイノベーションサイクルってのはどん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 早まってます。勝手に今 AI でプログラムコードも書いてくれますからどん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 早速くなってるんですけれどもそうすれば自然に分かる通りコモディティサイクルもどん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 速くなってるんですよね。でここでですね、とんでもないスピードでいろんな価値のあったものがどんどんコモディティ化してる中でそれを何年 遅れとかで追っかける我々も IoT プラットフォームを持つべきだ GE のようにとかシーメンスはこういうのやってきたぞじゃあ考えようとか、えー、または AI プラットフォームなるものがあるらしいビッグデータプラットフォームがあってアナリティクスプラットフォームがあってブロックチェーンプラットフォームがあってこれ全て出てきた時は差別化になるんですけどもどんどんコモディティになりますこれで本当に戦うのかといったらそうじゃないのはほぼ明らかだと思うんですけど日本の少なくとも製造業でていったときに あのとんでもないスピードで進んでいてど真ん中でそ,れしかや仕事その仕事しかやってないと当時でさえです、ね、本当に追いつくのが大変というスピード感で、えー、やってますので多分、そこじゃない協調領域を探すべきで,で協調ときょあの競争のところは非常に重要なポイントだと思うのでそこだけ言ってあのやめようと思うんですけれども日本の場合、ちょっと多いのがアプローチとして基本的には競争であると。あごめんなさい今日 コンペティションでまあ組んでもいいかなというところを例外として定義する傾向がありますけどこれやっぱり逆ですよねほとんどは実は差別化になるプロセスなんていうのは企業の中には存在しなくてほとんど特殊だと思ってる差別化だと信じ切ってることは実はそうでも顧客から見たらそうでもないとでそうなった時にまず全部オープンとまず全部競争領域競争っていうのは強調ですね まず全部協調領域と定義した上でいやいやいやそうは言ってもそれババさんと言いますそれ協調領域じゃないでしょうとこれ逃したら差別化どこですんのと言ってもまだそこ,そこで出てくる8割ぐらいはおそらく顧客から見た時あるいはコモディティスピードを考えると協調領域として割り切るべきところでそれでそぎ落としそぎ落としそぎ落とされたところが。 まあユニークな部分だと思うのでやはりその引き算の考え方をです、ね、逆にするのが必要じゃないかなと、えー、ただいまの,のお二方の話からもまた大臣からもあの競争領域と協調領域の話でいかにあの協調領域を最大化できるかが一つの鍵じゃないかという話があったと思うんですけども、まあ、それを実現していくためには例えばあの企業の中でど,どういった壁をうまく越えたらいいのかあるいは政府はどんなことをしていったらいいのか。このあたり あのコメントいただけたらありがたいんですけどもはい、えっとですね、あのー、すごくぶっちゃけた言い方をすると、今の馬場さんの話をもうちょっと砕けていっちゃうと、要は、要するにかど、どこで金稼げるのよっていう話なんですよねであの、要はインテル入ってるのパソコンで、インテルのところじゃ金稼げないんですよ、ってみんな同じなんだから。 要するに経済学的にちょっとレントはなくなっちゃうんで稼げないんですね。であの当たり前だけどクラウドサービス使ってるとこでも金は稼げないですみんな同じもの使ってるんだから。 そうするとそれぞれの会社の中でこれまああのパナもそうだしまあ私もいろんな大企業の経営がかかってますけどこれすごく素朴な問いとしてね皆さんの会社の中で要はこれお客さんから金もらえる仕事どれよってなっちゃうとですね、あり手に行っちゃうと社内でやっている会議の99%は金もらえないです、社内調整ですから。 あれは会社の中で働いている人で今どうですかね大企業私ざっくり言って半分ぐらいの人はお金もらえないですねお客さんからはあのコストセンターでさっきり言ってで実はそのある種私は日本鉄系っていうのがものすごくうまく機能したしだからハードウェアの椅子でガンガン稼げた時代これは多分ほとんどの人が稼いでたと思います あの要するにハードウェアっていうのは極めて集団的作業で出来上がっていく世界でかつ連続性っ大事なんでだけど今馬場さんが言われたように要するにこうイノベーションの波が被ってきちゃうとですね、まあ、猛烈な勢いでそれが消えてっちゃうんですね技術問題としてだからそこでいくら頑張ったって結局お客さんはそこに金払ってくれない例えば車の話で言っちゃうと一生懸命そのなんか例えば皆さん車買うときにどうですかねそのあのこうワイパーの動きがどうとかあるいは何だあの お自,動自動の窓、ウィンドウの上がりが下がりはどうとか、多分ほとんどのこと関係ないですよ、車選ぶ上で。だけども、ほっとくと、日本の自動車メーカーさんで真面目にそういうところも作り込んでいっちゃうんです、作り込んでいっちゃうんです、本当にで何ら悪意ないんです、いいものを作ろうということで作り込んでいっちゃうんですけど、いいものが悪いものかっていうのは、競争がある前提で、営利法人としてやっている以上は一つしかないんです、金が取れるものはいいものなんです。 金が取れないものは悪いもんなんです。で、そこは私はかなり冷徹に企業体として自分の会社の中でやってることを仕分けしないと、結果的に何が起きるかというと全滅しちゃうんです。全滅しちゃうんです、本当に。で、これが私自身ずっとこの15年間産業差積婚の時代から見てきた多くの事業の、まあ、 奥徳君、ね、あの特,に特にエレクトロニクスと通信ではボッコボコにやられましたけど、多分それと FT の基準、全部つながっていて、で実は結局のところ、お客さんと接って、お客さんと本当のインターフェースを持っていて、お客さんが何に金を払っているのか分かってた人たちが結局お金を儲けしてるんですね、あるいはベンチャーがなぜ強いかというと、ベンチャーはそこ,のそこしかやらないからなんです、逆に言うとやれないからです。 だそこは今、問われている課題でということはこれは大組織の中で特に今,今のところまだ日本は大企業中心の社会ですから大企業自身が自ら相当思い切ったそういう仕分けをやるということで結果的にそれが私は長期的に,言った日には多分人を大事にすることになると思いますというのは私も日本で一番たくさんリストをやってきた人間でよくわかるんですけどそれを引っ張って引っ張って本当にボロボロの状態で撤退戦やるのは本当に非人間的です。 その手前でやっぱり経営者が意識してしっゃいけないということはもっと言っちゃうとこういった仕分けっていうのは絶対にトップダウンでしかできないですボトムアップでやったらきっと今馬場さんが言われたような状況がダラダラダラと続くわけで実はこのコネクテッドインダストリーズっていうのはサウンズナイスイノベーションサウンズナイスですだけれどもそれは裏返して言っちゃうと今度は経営者に対して極めてシビアな要はあれかこれかの選択を通っていくわけですだからオープンイノベーションはみんなそうです ベンチャーと組むみんんな口ででは言うんですだけど今日本の大企業が本当に有望なベンチャーに選ばれるか多分答えは NO です理由は簡単日本の大企業と組むと意思決定が遅いカウンターパートが大したことがないやつがカウンターパートになるいいとこ部長さんじゃないかな相手が例えば10億円程度の,あの例えばベンチャーだと大抵出てくるのは部長さん級ですよねこれダメです全部意思,意思決定持ち帰りになります そんなんとやってたらあれですよ意思決定遅くなってもうさっき言われてものすごいスピードで動いてるわけだからだったら例えば多分、ね、テスラから出資受けたらいつもカウンターパート多分イーロン・マスク自身ですよね他に出てこないです。だそこでもう選ばれなくなくっちゃうということは次に問われているのは日本の会社の形というものが根本的にも名でいいんですかという問いです。これがないとね実際にインダストーリーズっていう要するにこれは大企業と中小企業古い会社とベンチャー企業産学館 この境目を越えてものすごい勢いで結びつきましょうということなわけでそのインターフェースが取れないので実はそこは,実は問われているような工夫、まあ、です私は今日それが言いたかったので上がってきているのででもそれができたら実はさっきちょっとこれも馬場さんが言われた通りで実は競争領域っというのは日本の会社が長年培ってきたもので競争領域になる可能性が高いんですよ今。今 だからそれを生かそうと思ったらどうでもいいことなかパクることです、多分そこの仕分けが今問われていてこれができたら僕、今回チャンスだと思っているのでそこはぜひぜひ今日持って帰っていただいて会社の中で本当にそれぞれ議論してもらって、えー、ぜひともまあこういう方をですね日本の古い会社がバンバン雇ってすぐ経営幹部に据え違う時代がやってきたら私は日本が変わると思います馬場さん、いかがでしょうか。はい、えーとまあ、あの そうですね。その本当に経営者なんだに尽きると思いますあの私も前職でいろんな日本の経営トップお会いしましたけれどもまあいろんなそのなんていうんでしょうまあ,平むあなんていうんでしょうね危機意識の濃淡感度が違うというかまあそういうのは大体こうまあこ でしょうね、学生面接みたいなことで表現すると恐縮なんですけど、まあ、大体数何秒とか3分とかで大体こう危機意識レベルってなんか,かるじゃないですかでそのトップ震源地の真ん中の危機意識がその日々15人や20人ぐらいで会話している、まあ、トップの中でどれだけ伝わそのマグニチュードそのままに伝わっているかそのさらにもう一周の。 50人から100人ぐらいの経営幹部の中でどういう伝わり方をしてるかっていうのは、まあ、会社のそのなんていうんでしょうそういう感覚感じっていうのは従業員を通じて染み出てきますけれども私は本当そのこ,のこのコネクテッドインダストリーズの政策の中でも人材育成ですとかあのいろんなキーワード出てますけれどもとにかくその K トップが相手に プログラムをしろとかってそういう話じゃなくて IT になった時にどういう経営をしなきゃなんないかという基本的なセンスがない中でよろしく頼むやっときなというふうに任されるほど辛い仕事はないと思うんですよね。あの本当の意味で経営トップが例えばさっきの富山さんが言われたスタートアップとの活用ベンチャー企業の活用方法を本当はトップはよく分かってます分かってたらまさに直接会うんですよね。 スピードベンチャー企業のスピード感とかシンプルさっていうのが大切だっていうのが分かっていればそれ自分が合わなきゃ話が決まらないって分かればそれ任せるはずがないんですけどもあのでもなんかベンチャー企業大事だからよろしく頼むねと言ったら、まあ、それはそれでぐにゃぐにゃぐにゃってなりますしアナリティクスやデータサイエンティストうちも必要だよねと100人ぐらいちょっと育成したらというのもデータサイエンティスト アーテスストのの業界っててとんでででもないいピードで進化しているので教科書が出てきてこう,こうらしいとかディープラーニングもそうですけどこうらしいってことの書かれた頃には随分と違う常識がまたさらに生まれてるんですよね。本当にその業界でずっとどっぷりやってもついていけないぐらいのスピードで動いてるので、あのー、K トップがそ,そ,ういうそういう感覚を前提として判断をしていればですね現場でそういう。 動けけると思いますけどそ,のそこのスイッチが入ってない状態でビッグデータ活用が大事だとかデータサイエンスティストを育成しようとか元とか何とかプラットフォームが大事だとかっていうと本当にもうどん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 現場が困るので多分まずはやらなきゃなんないのはあのー、K トップの、まあ、そういう理解を深める社内活動をされるのが いいいいだろうというふうとふには思いますここ,、まあ、こここそですねいろんな経営人同士、あのー、刺激し合って、あのー、そこはきょ世の中の状況に気付く気付かないとかっていうのはまさに競争する領域じゃなくてやっぱりこれ俺たち勝てないよねとやばいぞということを共感経営者同士ですね共感するだけでも随分と違うと思いますので、まあ、そこがとにかく本当その大臣が言われたあのー 徹底的にオープンで競争,競争して強調ですね、協、ね、調していこうということがすべ、まあ、てのように聞こえましたけども、そのインパクトあ、まあ、本当にそう思うんですけども、そのインパクトをどれだけこう感じるかかなというふうに思いましたあの特にシリコンバレー、アメリカというのではなくてです、ね、これはあエクソモービルだろうが、 G だろうが、P&G だろうが、あの同じアメリカの会社の中でも非常にストラッグルしながら、グーグルやアップルやアマゾン等々戦ってるわけなんで、シリコンバレーはまあ別の国だとしたときに、あの彼らはきょなんて言うんでしょうね、あの僕すごくこう日本もアメリカの大企業も、ヨーロッパも話してて、非常に感じるのが、戦いたがあるじゃないですか、なんか、あいつはこう来たぞ、俺たちこうするぞみたいな。あの 私もその前の会社はです、ね、あるカテゴリーの中ではそこそこのというか世界で一番だったので世界で一番の人っいうのは敵の話しないですよね、基本的には顧客の話や市場社会の話はするけども誰がこうしてきたとか競合の話っいうのは基本的には一切しなかったこれはグーグルもアマゾンもアップルもフェイスブックも共通することだと思うんですね。 敵がどうだととかってこと言わないでですすねねマイペース非常にマイペースであのシリコンバレーという独立国家の中で世界中の人をサーブしている人でアメリカがどうだとかドイツがどうだって言わないとこれは非常に重要なところだと思っててあのコネクテッドインダストリーっていうのはまあインダストリーですけども世界がまずそもそもコネクテッドなわけで世界がつながってるってことはしかもリアルタイムに全てつながってるってことは誰かの。 苦手領域は誰かにとっての得意領域で誰かにとってはどうでもいい興味がないところは誰かにとっては非常に関心事で人生かけてやりたいという領域があってそれが常にコネクテッドになって社会全体の価値が形成されるってこういう時代ですよね。 見えなかったんでよかれと思ってリソースがないコネクテッドできないから自前でやる必要があってそれは別に間違いじゃなかったと思うんですけども今は常に全てがつながり合ってるという状況の中で絶対誰かと同じことをやっても1社か2社しか存在しえないというような構造になってるわけですよね。 グーグルにとっていいことをすると、グーグルにとって日本経済ってのは何が貢献できるんだろうと、シーメンスや GE にとって日本経済ってのは一体何が貢献できるんだろうと、彼らだって困ってない会社っての世の中存在しませんから、何か困ってるわけですね。何か困ってるのは何なんだって見つければ、非常に協調っていうのはできると思うんですけど、協調っていうと何か、まあそこはコモディティだから割り切るかって感じ,じゃないですか積極的協調っていうかですね、非常に補完的な絶 一体ここは私、興味ありませんとかやれませんという領域がテスラだろうがディズニーだろうがグーグルだろうがアップルだろうがどんな素晴らしい会社も必ず困っているわけで,でやっぱりそこは戦うとかいう感じじゃなくてですね彼らを徹底的に困っている領域を助けようと思えば必然的に日本の協調領域というか差別化領域というか浮かかび上がっていいいいくんじゃないかなううふうには思います、はいえー、競争領域、協調領域大変示唆の,の飛ぶ話でありまして。 かつあの経営の重要性という話で大変あの意義深かったなと思います。えー、そうした中であの最後にお二方からでさまざまなつながることにより付加価値を生み出すコネクティッドインダストリーズ推進に向けてですね企業への期待 さらには本日会場のに参加いただいています皆様方に一言お願いできればと存じます。富山さんからお願いします、えっと、今のところ国の政策枠組み的に言うとあの私はた今回は正しい方向にいっていると思っていて、まあ、伝統的産業政策スタイルを取ってないんですよね、どの会社を応援しようとかどの業界を応援しようという感じは全くなくて、むしろさっきの大臣の話、むしろインフラを。 皆さんが競争するためあるいは協調するためのインフラを整備しましょうあるいは法的な環境を整備しましょう、まあ、そこから先は皆さんの創意工夫でやってるはいっていうのが基本的枠組みで、まあ、イノベーションの時ってもそれはそうですよねだって分かんないんだもん。 誰かどんなものをね思いついつて世界変えちゃうかだからイーロン・マスクが作ってるもんだって誰か別に出てきて全部否定しちゃうかもしれないわけでですからこれ分かんないのでだから分かんない時にあのなんかシナリオ決めちゃうのは危険ですからあのそういう意味で言うと私は正しい方向に進んでいると思っていますですのであのむしろ大事なことはその私も民間企業の経営者でありますしあのモビリティでいっちゃうとあの日本で今3番目に大きいバス会社のオーナーなのでその立場でいっちゃうとですねあのまあ要はあの やっぱり国に頼らないことですね、<laughs> 変な意味で、えーあのちょ、そうするとこういう場所でちょっと自己矛盾みたいなことになっちゃうんですけど、あの要はその、国その政府としてできること、それから市場部門、要は競争のプレイヤーとしてできること、あるいは協調の民間側のプレイヤーとしてできることって、やっぱりそれはお互いに、まさにこれも補完ですから、そうすると、あの政府に民間企業の代わりは、まあ、今、パーソナルでできないわけです。 でやっぱりこれ経済活動ですからその主役は圧倒的に民間企業ですし民間企業自身の創意工夫でありますしで民間企業の創意工夫をどこまで徹底的にできるかというのはまさに経営者あるいは経営になった人たちの、まあまあ、責任ですからですからやっぱりあのこの議論で全部こうぐるぐるっと回ってやっぱり私たち自身の問題になるわけですで私自身あのこういうまあ産業政権時代からこういう仕事をやっててつくづく思うのはやっぱり90年代以降 この時に1つはまさにこのデジタルコモディティ革命デジタル革命ネットワーク革命ですでもう1つがグローバリゼーションなんですよねあのちょうどベルリンの壁が崩壊したでこの2つのもうこれかなり人類史に残る大革命かなり、まあ、不連続の破壊的革命だったわけですけどやっぱりこの破壊的革命の時代に残念ながら多くの日本企業がついてこれなかった。 っていう現実がやっぱりパナソニックも含めてあったと思います。だけど今回はまだ相対的にいっちゃうと、まだ戦える領域で今度革命が新たに起きようとしてるわけで、これ逃したらね、日本の経済終わりですよ、これ。日本の企業も終わりだと思います。ですからこれをつかめるかどうかっていうのはまさに私たち、今、まあ、同世代の方多いですけど、今、経営を担っている、まあ、私ぐらいから馬場さんぐらいまでの。 ジェネレーションの、これはもう未来永劫にわたる大責任だと思うので、あの、これはぜひぜひ今回のチャンスというものは生かしてほしいし、で、今回もう、要するにグローバル化の時代の話だから、日本企がどうじゃらこうじゃらっていう、まあ、ある種、決断の小さいこと言ってないでですね、まさにさっき言われたようにね、別に Google とで、今パナーまさに、だからテスラと組んで、 イノベーションを起こそうとしてるわけでそういう結論の小さいこと言ってないでですねあの要はグローバルなこの大イノベーションの中でまああえて言えばヘッド・コータード・イン・ジャパンですね要するにあのマ,マザード・イン・ジャパンというかヘッド・コータード・イン・ジャパンの企業がどうやってこのグローバル競争の中であのグ,そのグローバルに勝っていくかまあ今朝のちょっと松山君惜しくも2位でしたけどもうあれ見れば分かるようにねもうねグローバルなせ世界ってもう異次元の競争なんですよね。 異次元の競争なんですあの要するに200ヤード8万円とかで打っちゃう世界ですからだからそういうまさにこれこの産業的にもイノベーションが起きるってことはそういう異次元の戦いに入っていくわけででもうその世界で今度こそはですねそのやっぱり日本の産業、まあ、ヘッドコーターとインジャパンの企業群がやっぱりグローバル企業としてということはひょっとしたらもうヘッドコーター日本っていうだけでもう中身もうぐちゃぐちゃかもしれないですね国籍 性別人種もう今大体そうなっちゃってますよねあのあの辺の特にシルゴンブランの会社は極端だけどもあのやっぱりドイツの会社もかなりそうなってるし GE だってもう今そうなってきてるのでやっぱりそういった会社に我自身が進化していくってことはもうこれはもう覚悟を決めなきゃいけないと思うのでぜひ、まあ、それをもそういったまあ思いをですね持って帰っていただいて、えー、外も中もコネクテッド世界とあるいはあらゆる世代あらゆる人種あらゆる社会とコネクテッドあらゆる産業とコネクテッドされたそんな企業 簡単にあの進化していってもらえると、私は嬉しいなと思います。以上です。馬場さんお願いします。はい、あの。さっき言いましたように。世界で一番じゃないと残れないんだと思うんですよね。私もパナソニックの中で世界一の奪還。あの、もう一度世界一奪還しようってことで、声掛けしてますけれども。別に規模とかだけじゃなくてですね。ユニークさ、もとにかく世界一。が、あの、繋がり合わない限り。 あのまあ、その何かパクって2位とか3位とかっていうともうどん,どんどんあの無理な世の中になったという時代認識の中でぜひ政府はあのほとんどの大事だと申したことは無価値なのであるということは産業にあの提示というか言い切ってほしいですしあの事実そうだと思いますしほとんどの経営者はすでに気づいているはずなのでそれをもう一度まあ明言してほしいと。 協、まあ、調領域はがほとんど協調領域ファーストで、えー、の自分でやることっていうのはごくごく,ごくわずかなということで,で企業に関してはですねさっきのアマゾンとグーグルとどう戦うとかもしくはドイツヨーロッパ企業とどう戦うとかそういう表現になっちゃいますけれども本当そのもうちょっと僕は富山さんより上品な言葉を使いますとあ耳 <laughs> っちこというかですねその器の小さいことを言わずに本当に。 世の中のにそのせい唯一ユニークな世界一が全てつながりあって世界の価値世の中の価値が作られている今の社会環境の中で誰かに勝つとか誰かをパクるとかって言っても無理なのでとにかくその社会のネットワークスかコネクテッドな社会にどう貢献するのか敵だと思ってた人たちをどう我々は助けるのかを考えない限りあり敵と戦おうって発想は絶対 無理だと思いますこのコネクテッドの社会はまずその会話のスタイルを変えて社会に対してどう貢献するのかと社会の情勢を見てコンピートするんではなくてですねその社会のコネクテッド化された構図の中で我々はどこで貢献するのかというすべての人は困ってますからあの自信持ってですねあの日本のコネクテッドの、まあ、こちらが参加する側としてですねあのやるというのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。 だけ細くあの今の脈絡で言うと世界において天下無双唯一なるものを持っている企業今時パナだろうが地方の中小企業だろうが世界中から声かかる時代になってますこれ本当すごいやっぱりコネクテッドなんですよねでどんなにバカでかくても天下無双でもなければ世界で唯一見てないものには誰も声かかりません私結構中小企業の仕事もしてるんでわかるんですけどもうびっくりするぐらい世界中から声かかります あのちなみにあんまりこれ本人から言うなって言われてんですけど世界のカジノで使われているカジノの,あのトランプの70%は日本製です日本製ですでそれはその会社がいくつかの天下無双唯一のダントツの技術とダントツのノウハウを持ってるからなんです数十億円の売上の会社です、まあ、そういう時代ですですですから実はこの話は大企業よりむしろ中堅中小企業にめちゃめちゃ今チャンスが出てきてますから ですからもし今日中堅企業の方もいらっしゃったらあのむしろ今、チャンスは我にありコネクテッドインダストリーの時代はむしろ中小やベンチャーや若くて小さい会社の時代ですですからそうむしろ今、日本はそれまだ主役,主役になってないのでだけども今、日本の経済社会全体は99%が中小企業ですからこの国はだから実はそういうの僕、日本にチャンスだと思っているのでぜひぜひ頑張ってください、えー、富山さん、馬場さん、えー、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。 えー以上でパネル1、えー、現状と課題は終了させていただきます。